皆さんこんばんは。え何を土地狂ったんでしょうっていう感じですよね。わかりますえ。後ほど普通の田川でお届けします。皆さんこんばんは。正学の田川です。え皆さんいかがお過ごしでしょうか。えさっきはですねえ土地狂った姿であの先に始めましたけどあれはですねもちろん私の私物ではあります。あのたまたまありましたのでピカピカってする。 やってみたらどうかな活気づくかなと思ってやってみただけです、えー、昨日はですねあの私が何でクイズをやっているかというとこちらクイズをやっているかっていうとえっ、ー、と譜面が田川の動画を見てたら知らない間に譜面読めるようになっちゃったよ。 なったらいいなと思っているので、あのプロの方たちとか、あのそういう方たち向けの上級者のクイズではありませんので、あのあらかじめあのご承知おきください。あのー、僕はちょっと学風読めないんだよねとか、私ちょっと学風の読み方はいまいちだわっていう方たちがなんか分かるのちょっとね,ね、っていうのが。 目的でございますなのであ足からずあの「こんな簡単な問題出してんじゃないわよ」っていうあのクレームを受け付けておりませんのでよろししくお願いしますあのきっと上級者が楽しめるようなクイズを出しているサイトもあるんじゃないかと思うんですが私はそういうことではありませんのでよろしくお願いします。えー、今日ははですすねポジションについいいてのお話をしたいと思いますあの私は あの良い声とか悪い声という基準を持っていませんなので初めて生徒さんと1対1でレッスンをする時にはその人のお声を聞きながらこの人の声が磨かれていってで例えば余分なものとか癖とかがついてたらそれが全部取り除かれた時にこの人の一番 らしい声になるにはどうしたらいいかっていうのを最後に見据えてそこから逆算をしてレッスンをしているんですけれどもなので良い声だ悪い声だっていうのはきっと好き嫌いはあると思うでも好き嫌いじゃなくてそういうことで判断をしていませんあの私が好きとか嫌いとかもないしただその聞いていてその人らしくなるかどうかっていうのだけなんですけどでその声を出すポジションっていうのもあの絶対こうじゃなきゃダメって っってていいうのは私は私ないと思ってますでそれを自分たちで探すっていうのも一つの楽しい方法だと思うんですねだから例えば先生とレッスンをしていて「その声ですよ」って言われた時にその声ですよって言われた時にそのポジションを忘れないその声を忘れないねその声を忘れなければもう一回再現できるんだから。 その代わりその自分が今まで出したことがないような声っていうのがレッスンで出てしまうものだからそれは「おお!」って思うかもしれないのでそれは初体験でいいんですけどそれを聞いたら覚えるそしてその覚えたその耳が覚えてくれたそれをどの辺りで発音したらどの辺りで声を作ったらその音にもう一回近づくのかっていうのを両方の側から「お耳で覚える」「この辺で覚える」「体で覚える」ってやってくださると。 とてもいいと思います。あの、いろんなところを探さない。それからえっといつも言ってるけど。どっかに無理を感じたり。なんか歌ってて疲れるなあ。で、体が疲れるならいいんですけど、な,なんか <laughs> っていう感じになるとそれは変ですからね。それは違うところを探してください。それから、そのあの変な状態をそのまんま先生に見せてこうなっちゃうんですけど。 どうしたらいいいですかねっって持ってって持くださいそれはもしかしたらお一人で何とかできるものじゃないかもしれないからそれは見てもらいましょう。だけどまずはその「いい声ですね」って言われたのを「よし!」って言って覚える。いいって言われたものととことん覚えるでその時の口元どうだったかなこの辺の響きどうだったかな頸椎のあたりどうだったかな背骨とつながってたのかなそれとも頭骨の方がメインでなってたのかなとかそういうことをいろいろ考える。 で、それでだんだん確率を上げていくっていうのがいいと思います。私も自分自身であの昔ソプラノになをやっていた時代があったので、その時代はもう苦しくてたまらなかったんですけど、その時代の響きを未だに覚えてるんですよね。恐ろしいでしょ。未だに覚えてるんですよ。でややもするとすぐそっちに戻ろうとするからダメって言って下ろすんですけど、そのダメの下ろし具合が中途半端であの？ 先生たちにそれ中途半端って言われる時があるんですけどなので恐ろしいね私ソプラノで歌ってたのなんてほんの数年なのにほんの数年なのにそれ以降はずっとメゾなのにその時に鮮明に覚えてる何かがそこに戻るんでしょうねそれが早くも早くもバイバーイってなりたいんですけどでもそれも私の人生の一つだからそれもよしよしとしてあげないといけないかなと思いますけど。 その響きを覚えてこの辺の感触も覚えて体の感触も覚えていい声を再現していきましょういい声っていうのはつまりその人らしい声ですよでは今日のクイズですはいこれはうんうん記号です昨日もありましたねうんうん記号さて何記号でしょうか何記号でしょうか 正解は、トーン記号です。なぜなら「ハニホヘトの「トを囲んでいるからここが囲んでるでしょだからこの囲まれているところが「そう」の音なんですよってなってるんですね。でそこから「そーらー、うん」「そー」は昨日ここでしたね。 「そからもう一個上のお団子が突き刺さっている部分は」「し」です。「はにほへといろ」だし「し」だし「は」ですね。覚えましたかシー です。昨日やったのはソーのところト音記号のちょうどソーのところでしたねでそこの次のこのお団子に串刺さってるところがシーでしたじゃあね皆さんチャオ